張ってキャストしてみる。あれちょっと一番タックルじゃ届かないな。ちょっとやってみようか。届くかな。すごい量だね。スーパー大豆ですよ。届く。すごい魚影の濃さ、すごいな。いつミッチにしましょう。ミッチに。前回釣れたミッチピューマン。前回釣れたミッチピューマンにしました。すげえライズしてる。じゃないのかな。ひょっとしたらマブナかもしれない。この反応の悪さはフナかもしれない。フナなんですか。ひょっとしてフライか。ちょっと緑っぽいから緑っぽいのにしてみるか。黒というよりは緑なんだよな。深緑。ちょっとこれじゃダメみたい。またフライ変えてみます。こんなにライズしてんのに。ワタカじゃないのかな。これうちの近所のマブナのライズがこんな感じなんですよ。マブナかもしれない。これどうでしょう。これどうでしょうか。あのボディーがピーコック、ピーコック、これでやってみる。くっそー、食ったいけそうだ。今バイトあった。ここでライズしてんのは船かもしれない。当初の目的だった船かもしれない。マブナのライズがこんな感じなんですよ。ライズしてる割には釣れない。ワタカじゃないね。あれは多分船じゃねえのか。2点3点するね。前回はマブナを求めてワタカオに出会えたけど、今回はワタカオ釣りに来てマブナを釣れるかも。うまくフライ先行で、フライ先行で流さないとピペットが、ピペット
当に違和感を感じてるのかな。あのね、ティペットを 8X にしてフックサイズもちっちゃくしました。ナンバーの26番。よしよし、やったぞやったぞ。これマブナじゃないの。やっと釣れた、やっと釣れた。マブナでしょ。やったぞ。激ムツマブナ。引くな、ワタカと違って引く。やっと釣れた。難しかった、やっぱり。やったぜ、激ムツマブナのフライフィッシング。いやー、激ムツですよ、マブナのドライフライフィッシング。難しい、やっと釣れた。ちょっともっと大きい水槽持ってくれよかった。うちの近所のマブナと違って。はい、フナ、やっと釣れた、元気。はい、あの26番のミッチと 8X のティペットでものすごいライズしてる割には全然食わなくて、もう激ムズです。やっと釣れた、マブナ、マブナのフライフィッシング、やったぜ。あのね、こんなにライズしてんですよ、こんなに、こんなにライズしてんのに、もうね、フライを無視されまくって、こんなにライズしてんのにね、激ムズです。激ムズ。いやー、ようやく釣れた、嬉しい。フライはね、こんなのピンと来い、ピンと来ない。私のスマホ、格安スマホなんで、まあ、カメラ性能がひどすぎ。来た、はい。フライはこんなの、こんなミッチで、ティペットを 8X にして、ようやく釣れたよ。やったー、ありがたい。マブナ君、ありがとう。いや、引くね。あの、20センチの綿がよりはるかに引きます。引く。マブナはよく引く。ありがとう。ありがとう。やったよ。はい、釣れた釣れた。見て、こんなにライズしてんだよ。こんなにライズしてるのに。一匹釣るのがやっと、ほんと難しいよな、マブナ。うちの近所で、これより規模小さいんですけど、やっぱりマブナのライズが9月にあって、年に一匹しか釣ったことなくて、違うか、2年に一匹か、去年惨敗で一昨年一匹釣れて、ここはまだ数が多いから、分母がでかいから確率が低くても、稀にしかフライを食わないんだよね、こんなにライズしてんのにね。ワタカより低い。そしてワタカよりテクニカルっていうか、基本的にフライにあんまり反応しない魚なんだよね。だけど水面のものを食べてるからね、え、ちょっと2匹釣って、ね、年間記録、2匹釣って記録更新したい。クブクリン無視するんだけど、稀に食わえるんだよな。フライが合ってるっていうよりも、たまたまフライの本物と一緒に流れると食うのかな。水面のプランクトンか何か食ってると思うんだよね。こんなにライズしてんのに。こんなにライズしてるのに。でもいいよね。こんなにライズしてんのに誰も狙ってないんですよ。独り占めですよ。よし、よしよし、よしよし、よしよし。ちょっと、ああ、バレた、悔しい。やっ
マブナはワタカと違って小耳いいよね。プルプルプルってのが来てね、オイカよりもいいかもしれない。太鼓がある分食いが立ってきたんじゃないか。いけるいける、食いが立ってきた気がする。いけるいける。今橋の上をトラクターが通ったらライズが行っちゃいましたね。危ね、滑る滑る滑るって言って、あの滑落日みたいに、これが最後の配信にはならないと思うんですけど、滑落日みたいになったら大変。今車が通ってライズが遠くなっちゃったね。よしよしよし、食いが立ってきた。いけるぞいけるぞ。あのちっちゃいのはバレるね、ちっちゃいのはバレる。いけるよいけるよ。これうちの近所よりはるかに釣りやすい。でもね、今食いが立ってきたからやっとフライに反応するんだね。こんなにいるもんね、こんなにライズしてるのに誰も狙ってないというこの素晴らしさ。食わないねやっぱり、ね、よし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 、食いがバレた。悔しい。なんで。いやうちの近所よりもはるかにやりやすい。よかったこっちまで来て。またねうちの近所今日もね行ったらライズしてなかったんですよ。いなかった。河川工事でもういなくなっちゃったみたいだな。流れがちょっと変わったんですよね河川工事でね。いやー燃えるぜ燃えるぜ、このライズしてるのに釣れない。ちょっと釣れる難易度ちょうどいい。オイカみたいに追い食いは絶対しないから。うわーむずい、やっぱりむずいぜ。フライ先行じゃなきゃ絶対ダメだ。よし、あー今リアクションで食ったね。まあ、着水と、あのね、どんな魚にもリアクションバイトってのは多かれ少なくあるんですよ。こんだけキャストしてて、着水バイトは今の1回だけだね。今着水バイトした。でも、あの、基本的にね、こんなの稀ですよ。着水バイトで釣れるような魚じゃないんだよね。今のは相当レアですよ。何を食べてんのかな、さっぱりわからんな。ローテーションしてみよう。反応が悪くなったんでフライ変えてみます。ピーコックがねなんかしなしなになったら反応が悪くなった気がする。ちょっとフライ変えてみます。ダメ元でちっちゃいパラシュート、ちょっとローテーションの意味的にダメ元でちっちゃいブラックパラシュート、これでやってみよう。するよこれ。なんか黒い塊がいいんだな。ある程度黒い塊が。ああ見切った。これ反応はいいけどなんか見切るな。この釣りに対してこのフライは超アピール系なんだね。意外と反応するけど。さって見切るね。ダメだねやっぱりね。最初の一頭だけ反応が良かったな。この釣り場かよ。やっぱパラシュートはダメだ。戻そう。パラシュートは無理だ。あなんか最初の一頭だけ反応した。缶釣りの激釣れトラウトみたいです。なんでだろう、こんなたくさんいるのにね。最初の一頭だけでした、反応したのは。不思議、こんなたくさんいるから全員が一気に滑るとは思えないんだが不思議です。フライ変えます。はい、ミッチに戻しました。さっきのは TMC100 だけどこれは TMC の2487、まあ、似たような感じのフライでやってみます。
実績のフライに近いやつに戻した。よしよし、釣れた。フライを変えて1投目は、あれ、これひょっとして違う魚？オイカワか。ユーマズメになってオイカワが混ざっちゃったんだ。オイカワ、どう見てよく反応。オイカワですね。オイカワは釣りやすい。オイカワは釣りやすい。はい、ありがとう。オイカワが混ざってきちゃってややこしくなったな。ちょっとややこしくなりました。オイカワはフライにガンガンアタックしてくる魚なんで、先に食ってきちゃうからね、確実にマブナーがいるところに投げないとダメだね。オイカワが食っちゃう。今日はオイカワは下道ですよ。よし。え、今のはなんか違った気がすんな。今のはモロコっぽかったな。今のモロコだ。え、モロコもいるの。今バレたのはモロコっぽかったな。モロコもいるのか。ややこしくなってきたな。今フライ回収中にモロコが反応した気がする。モロコもいるのか。全然反応した。もうちょっと最後の手段だ。やりたくないけど、ティペットを 10X にやってみよう。安く買ったはいいけど、もう使う気がしなかった。安かったから買ったんですけども、 10X ティペット、もうこれ使ってみる。もうね、 10X なんて、 8X でもしんどいのに、 10X なんてガチと頑張って結んでみます。安かったんですよ、買ったんで。この機会に使ってみよう。恐怖の 10X ティペットにしました。こんなクモの巣のようですね。生まれて初めて使います、 10X ティペットなんて。私に使いこなせるんでしょうか。まあ、結ぶという最初の難関は突破したんで。バックキャストで引っかかったら瞬間に切れちゃうよ。やったぜ、 10X の勝利か。 10X の勝利なのか。おー、引く。ちょっと 10X のファイトがどれくらいなのか。やった、 10X にした甲斐があった。うわー、と引くな、マブナは。ワタカと全然違う。やっぱ、おー、引く。わたかと違って引くな。やったよ。はい、やりました。やった。2匹目、やった。 10X にした甲斐があって、やっぱティペット関係すんのかな。結構ね、ちょっとあの背びれにティペットが絡まっちゃったけど、ちゃんと口に食ってますよ。よいしょ。はい、ちょっとティペットが背びれに絡まったけど、ちゃんと食ってる。ちゃんとフライ食ってます。はい、やったあと、行っちゃった。くそー、行っちゃったよ。やった、 10X の勝利か。やっぱ 10X なのか。大丈夫だね、切れないね。 10X にした甲斐があったね。頑張って買ってよかった。200円で蹴り返しないで、もっと早く使えばよかったかな。10X なんか使う気がしないぜと思ってたんだけど。やっぱり効果あるな。ティペットなんだね。これ考えると 6X でも出てくれるオイカーってのは優しいですね。オイカーに比べると本当難しいね。私普段 0X のティペットとか使って釣りしてる人間なんで。お、これは今のオイカーじゃないか。オイカーが出ちゃうな。ちょっとオイカーがいないとこにキャストしないと。
バレた。やっぱり 10X は反応がいいな。ゲープが狭すぎてかえってフッキング良くないんだよね、この超ミッチフックね。え、これ及川か、今あれだよね、ラインのコースを変えてたら飛びついてきちゃった。あれ、食わねえな、むずい。うまくフライ先行にながら、チャリが通ったら驚いたか。今橋の上をチャリが通ったら驚いた魚がいなくなっちゃいました。地合いが終わっちゃったみたいですね。結局キャッチできたのはマブナ2匹。最初からね、ティペット 10X にしてればもうちょっとキャッチできたかもしれないですけれども、でも 10X にしたからね、確実に釣れるってもんでもないね。基本的に積極的にフライを追う魚じゃないんで、気まぐれでフライを加える感じだね。でもライズしてるんだけどね、水面のなんかね、何かちっちゃいあのプランクトンのクラスターとかを食べてるんだと思うんですよね。難しいです。でもまあ釣れた、よかった、なんとかミッチで。これなんだ、26番のミッチと、多分26だと思います。まあ危ない、なかなか楽しいよね、この激ムズなのが。楽しいよね、及川と違う、及川ならば楽勝に釣れるんですよ、こんなライズしてたらばね。まあ村に比べれば及川なんてもう簡単に村へ送ってくる魚ですよ。さあじゃあ帰りましょう。